小川右仙から1938年12月17日は、日本の画家。19世紀から20世紀前半にかけて活躍した、日本の日本画家である。カッパの日小川家は、武家で、親は、日立国うし藩の大目付であったが、廃藩地権により、新張県城中村に移り農家となる。最初は洋画を学び、尾崎幸雄の推挙を受け、町屋新聞社に一時雇われの、 学校として入社、挿絵や漫画を描いていたが、後に本格的な日本画を目指し、川端隆子らと参考会を結成。横山大観に認められ、日本美術陰道人となる。生涯のほとんどを、現在の茨城県龍ケ崎市にある牛久沼のあぜで、農業を営みながら暮らした。画業を続けられたのは、妻校の理解と助力によると言われている。画号の、 右線は自分の絵が芋を買うくらいの銭になればという思いによるという。身近な働く農民の姿等を描き、新聞等に発表したが、これには社会主義者の高徳修水の影響もあったと言われている。また、水辺の生き物や地味毛様への関心も高く、特にカッパの絵を多く残したことから、カッパの右線として知られている。右線はまた、絵筆を取る傍ら、 牛座と号で廃人としても活発に活動した。長塚武士や山村墓長、野口宇城などとも交流があり、特に宇城は当初廃人としての宇仙しか知らず、新聞記者にあの人は画家だと教えられ驚いたという逸話を残している。宇仙の墓は1943年、自宅近くの総統州の寺院、東海山独月院に建てられた。願作が多く作られた作家でもある。 そのため、公的機関が小川右賛の作品を公費で購入する際、仮に岩作であるとすると無意味かつ税金の無駄であるため、購入の正当性や鑑定依頼先をめぐってしばしば議論になる。右賛が自宅敷地に建てたアトリエ。完成して間もなく、右賛が脳一血で倒れたため、ほとんど病室として使われた。現在は右宿市の管理のもと、 小川う線記念館として公開され、複製画やう線の愛用品が展示されている。牛久沼のほとりにあり、近くには、かっの日もある。地元牛久市の日本画が、小川う線に関する、学術的な調査研究及び情報発信を行うため、市の機関として、小川う線研究センターを新設。2008年7月1日発足、2009年5月31日までは、 宇線の急遽、草知れ案内に事務所を置く。2009年6月1日からは、稲敷地方広域市町村県事務組合の、宇宿消防署西部出張所建物跡に移転、本格的に活動を開始。小川宇線検定、各種講座、講演、各年開催、小川宇線展、小川宇線写真展などを実施。各会ごとの小川宇線展図録。 小川右う全前作品集などを刊行、2016年10月に閉鎖。改善一歩同票は、1922年に上中青年会によって、旧宿村の主要な道沿いに建てられた同票である。当時、青年たちが同票を建てる計画をしていたところ、右せがこれを知り、永久に耐えられる石柱にしなさいと青年たちに、行為で寄付をしたため、青年たちは、 右セの名を刻もうとしたが、右セは自分の進む道を良い方向に改めて進みなさいという意味の改善一歩という言葉を提案したという。現在、七柱が牛久市の上中町、牛久町、刈谷町に点在している。編集者で農民運動家、犬田茂は除隊後農業をしていたが、近所に住む小川右セの引き合わせで廃人。 石倉緑場の廃止の編集を手伝うことになった。それがきっかけで、博文館に入社し、編集者となる。宇宙の散歩未中祝詞議会平成18年第4回、定例会、同平成23年第4回定例会など、ハット ABCDE 大川宇宙東京文化財、研究所2018年8月10日閲覧。ありがとうございます。